ニー菅原のエンタメゴーゴー。はい、皆さんこんばんは。月曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今夜も始まりましたトニー菅原のエンタメ GOGO、この番組は私が代表を務めるトニーパフォーミングアーツプロダクションが企画するエンタメに関するトーク番組です。うちの事務所アーティストや私の友人アーティストをゲストに招いてお届けします。ここで番組スポンサーを紹介します。番組スポンサーは、大田区蒲田西口繁華街のラウンジエンジェルのイケメンオーナー KK です。エンジェルは激戦区蒲田で30年間お客様に愛されているイケメン店員揃いのお店です。私も何度も演奏させていただいている楽しいお店です。今日こちら QR コードですね。この QR コードでお店のホームページも見られます。ではエンジェルの PR ビデオをお届けします。どうぞ。当番組ではですね、他にも番組スポンサーを募集しておりますので、興味のある方は、事務所連絡先かトリコイアズリエフへ、お問い合わせください。事務所の、連絡先こちらになりますのでよろしくお願いいたします。はい、なお番組中はツイッターでコメントも受け付けていますのでどんどんツイートしてください。よろしくお願いいたします。で早速ですね、ツイートの方来ておりますので紹介したいと思います。デコトラスキさんからですね。はい、なおさん10ご質問が来ております。音楽を始めるきっかけはということで。音楽を始めるきっかけ、あ、ちょっと待ってください。その前に紹介しないとゲスト紹介してませんでしたね。はい、では今日のゲストを紹介します。今日のゲストは、ハートポップユニットエイフォーリアルの庄司瑞希さんと、杉山直樹さん
んです、ではお二人がですね自己紹介も兼ねて、ユニット活動をこの後紹介していただきますけれども、じゃあその前にですねこちらのデコトラスキさんの方に、はい、からのご質問ですね、はい、音楽を始めるきっかけ、こちらにお答えしてもらってもよろしいですか。はい、音楽を始めるきっかけですね、何でしょうね、なんかこの自分が、うん、有り余ったエネルギーの発散の場所が分からなくて発散の場所が分からないね、からなくて高校が、はい、体育学校行ったんですよ。体育学校、はい、でその後短大に行って、うん、で短大も日本体育大学の短大を出たんですね。で結構もともと運動が好きで勉強ができないから運動に行ったんですけど、そうそれでなので体力が有り余っていて、へえ、あんなで発散の場、何かこう表現がしたいなっていう場が音楽なんじゃないかなっていうところに行きました。高校はどこ行ったの。高校もですね、日本女子体育大学附属体育学校、二階堂高校っていうところ、明大前から歩いてちょっとすぐの場所なんですけれど、でそこで3年間、中学も、まあ、バスケットボール部だったんですけど、体育学校で3年間もっとオリンピック選手の下でバスケやったんじゃないですか。すごいね。もうだから地獄の特訓でした。体育のね、高校とかって日体大荏原じゃねえだろうなと思ったんだけど。ああ、日体荏原もありますよね。姉妹校、うん、あ、そうなんだ。そうなのね。いかついお兄さんがいっぱいいる学校だけどね、はい、向こうはでも驚愕なんですよ。羨ましいです、ね、一瞬日体荏原なのかなと思った、うん、でもね、先ほどね、はい、若い頃はやんちゃだったって言ってた。もう今でもやんちゃです、ヤンキーです。そうだろ。行こう。はい、ね、こんなアイテムがすごいです。私も押したくなりました。やる、うん、そうなんですよ。なんかそれで本当に厳しくて、バスケットボールのが元オリンピック選手の元だったんで厳しくて、本当に上下関係もあったんですよ。体育会系だったんで、なるほど、ね、で、うん、やめたかったんですけど、怖くてやめたいって言えなくて頑張ったんです。本当にそうなの。怖くてやめれなかったと。やめなかった。いつでもやめたかったんですけど、それ逃げ足だけ速くなって。さすがに言ったエヴァルの芝居子だね。逃げ足と持久力だけはついて、スタミナがついて、ああ、で短大に行った時にやっぱりバスケとかいろんな子を選択肢があったんですけど、もう一回苦しい戦いは大変だと思って、それで音楽にした。それで音楽にした。バスケってそんなに厳しい。厳しいですよって、まあ、体育会系はね厳しいよ。だってその真夏にインターハイがあるってなったら、熊本とかだったんですよ当時。だから暑い体育館、全部窓閉め切って、でカーテン閉め切って、でカーテンが音が漏れないようにとかの黒くて分厚いカーテンなんですよ。でもその暑い中でも戦えるようにって言って。熱風です。で私の代はなかったんですけど、上級生先輩の代はストーブまで抱えたって言ってました。熱中症で倒れちゃうんだよ。でもなんか苦しくなったところからが勝負だっていうのがその先生の考え方だったんで、もう目がもうチカ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 しててもニヤニヤしてろって言われましたよ。今そんなことしたら本当にね、大変な時代かもしれないですね。昔はでもね、俺の友達野球部のやつが先輩になんか便器舐めさせられたりとかね。それ泥水飲んで飲まされた。トニーさん江戸川出身なんで、そうなんですよ。江戸川ね江戸川なんで、俺の時代はもう本当にね、悪の巣窟だったからね。まあね、僕は江戸川区でね、はい、船堀とかで演奏やってたことありますけど、月に1回はね流血事件がね。本当はライブやってる最中によ、殴り合いでも、顔に壁に血がバーってついちゃった。すごかったけどね。結構そのいじめがひどい世代の生き物らしくて。生き物ってなんだよ。なんかお掃除のこうほうきとか入れてる掃除用具の中に入れられて階段から落とされたって言ってました。いやでトイレに閉じ込められて上から燃えたティッシュ投げられたりして。燃えたティッシュ。
あのめちゃめちゃいじめられてたんだよね。そうなの。そうです。すごいな。うん。いや僕はねあの高校の時はあのラグビー部で。ああそうなんですね。あのまあ、あの彼女とデートだからってあの練習サボったら次の日はもうあの野球部のもうなんつうのあのノックが球が、ね、高級ボールが飛んでくさなかで、うん、あのダッシュ10本とかってね、強制的にやらされたりしましたよね。そうやっぱ厳しいですかね、大会系はね。まあうちのラグビーはそうでもなかったけどね。うん、あそうなんですね。ラグビー部っていうだけでなんかすごそうっすよね。まあね、うん、まあ僕が先輩なんかやられたってのはほとんどないけど、あまああの同期生の連中はね結構やられてましたね。あの大体もうあの遅れていくから、はい、そしたらあの部室であの同期の連中がさなんか青団作っていける青団作ってたどうしたのって言ったら2年生に殴られたとかってありましたけどね。そうですね、今なかなかねそういうのない時代ですからね、うんうん、もう40年も前の話なんでね、うん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 、まあということでかなりの時間使ってますね、まあうんうんうん、はい、じゃあ、早速ですね、はい、自己紹介兼ねてお願いいたします、はい、皆さん、こんばんは。 A4 リアルというの2人組のハードポップユニットのボーカルをしております庄司瑞希と杉山直樹です。はいシンプルだねギターとベースとあと作詞作曲エンジニアやってます、うんうん、壁紙貼ったりとか壁紙を貼ってるのが主かもしれないあのクロス職人うん、壁紙やそっちの方のね。そうなんですよ。そう壁紙が好きすぎちゃってスパイダーマンです。本当、うん、意味わかんない好きで別に好きでやってるわけじゃないんだよ生きるためにやってる、うんうんうん、僕はあのねあのうち自分ちのね、はい、壁紙全部あの買い替えましたけど、ね、そうなんですね結構ね面白いですよ ね、うんうん、じゃあまたあのツイート聞きましたんで、はい、紹介いたしますね、はい、グアンさんから。はい、グアンさんありがとうございます、ゲストの男性の方に質問、はい、なんでよく職質されるんですか。あ、来たー分かってて、さっきもちょっと楽屋でね話してましたけど、なんかもう職質されるのがすごいという、ね、いや月に2回は確実にされてますね。でもなんかおまわりさんは私素晴らしいと思うんです。やっぱり正しいと思う。だってどう見たって怪しいですよね何が怪しいんだよ存在。存在も怪しい。いや本当にね、あの例えば夜道歩ってて、あの怪しい格好して歩ってるとかじゃなくて、例えば池袋でラーメン食って、で店から出てきて、そこを通りかかったおまわりさんと目と目があって職質とかねなんでっていうシチュエーションが。コンビニから車を出しただけで怪しいって止められたりとか。そう、あの車ごと止められて、うん、その場で荷物検査とかさせられるっていう。あとあれだよね、あのほらトイレ探してるだけで怪しい動きしてるって言って、ポケットの中身までこう全部だああそうそうひっくり返されたりだとか、うん、あとたまたまこう信号待ちで止まってたら隣にパトカーが来て、うん、パトカーの人と目が合った時に薬やってるとこ、やっぱここだよね。ここだね。ここだよね。頬こけて。頬こけて。顔色悪いから。いやめちゃめちゃ食ってるんですけどね、顔色ずっと悪いですよね。顔色悪いな肝臓悪いんじゃないの。いや体もね、なんかめちゃめちゃ健康診断やったら、なかなかの数値が出ましたけどね。いい方の年齢よりも10年ぐらい内臓は若いですね。内臓若いんだ。内臓元気はつらつ、うん、本人は元気はつらつ。目がなんか死んでるもんね。目を大きく開けてみてくださいできるじゃんやれば。ずっとこうやってこうやって今日こうやってた。いやこの方が絶対食質ダメだちょっと待って、うずらの卵みたいな目してるうずらの卵みたいな目してる。これ絶対いっちゃってるっすね、これやだハロウィン。後ろのこれとそっくりじゃない。ちょっともう一回やってみてほら。いやだー、そっくり。ハロウィンだね。ちょっとこれにさ、こういうラインとかつけてる。そっくりです。もう本当にすごいんですよ。美しいぐらい。全然褒められてない。美しいぐらい本当捕まるんです。あんまりにも捕まりすぎるから、
一回面白くなっちゃって、一回杉山直樹が捕まってるグッズを作っちゃったぐらい よく売れたんで本す当よ。だよ。白バイに捕まってるさ、写真とか売らないでほしいんだけどね。いや、それいいかもしれないよ。食事されている写真とか、あと動画ね、それを YouTube で流すっていう。俺、食事されてるところのさ、あれをカレンダーにされなくて、本当に良かったと思うよね。もうなんか年明け一発目のライブからちゃんと捕まってましたしね。新年今年もよろしくって言って帰りからも捕まってました会場に白バイと一緒にね、バイクで来たっていうね。毎年やってますよね。そうだね、2年ぐらい連続そうそう、でもうやってるね。時間あるから、ちょっと一緒に来てもらっていいですかって言って、会場まで白バイで一緒に来て。いや、僕、まあ、こんな風体だけど、職質されたこと一回もないよ。しかも蒲田でいやー、蒲田もちゃんと捕蒲まって田まだ、すか駅ら。の構内の中におまわりさんずらーって並んでて、いるいるいる。そこを普通に通っていっただけで、やっぱり後つけてきて、すいません、ちょっと時間いいですかみたいな。そうなあとほら、いや、蒲田の駅の構蒲内田で。のほら区役所がある方側でさ、車止めてたら捕まったこともあったね。あ、もう、それも、まあ、捕まった話はね、山ほどあるけど、日常茶飯事。もうなんか普通になりすぎてしまいましたところはあります。はい。じゃあ、なんでよく職質されるんですかっていうのは、理由はわからないそれと。はね、おまわりさんとっ捕まえて、あ、とっ捕まえてと、とっ捕まったおまわりさんに、その理由を教えてくれなかったら、俺はあなたをここで拘束しますって言って、1時間ぐらい捕まえてこと、捕まえ機て嫌た、が悪逆いに捕日まえてたことがあって、機嫌が悪い日そう、なんでか理由を言うまで話しませんって言って。 でも結局ね、痩せてる人はみんな声かけるらしいですね。お、そうなの。あ、や、ほあとうがこね、けてるあ人と、は薬やってんじゃないかみあたいとな。坊主も声かけやすいんだって。ああ、言ってだた、から本当薬やっに。て毛髪で捕まんないから剃っちゃうんだって、みんな。ああ、そうそうなそうんそうだ。そう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 そああ、なるほどうそうらしいですよ。ね。へえ。あ、そうなんだ。まあ、結構ね、周り職質される人ね、いっぱいいるんだよな。ほら、ロハスさんなんかも職質されて言ってたからね。いかにも、いかにも。まあ、確かにね。ロッキンロールしながら。いや、俺、警察官だったら捕まえたら、なんかいいことありそうな気がしますもそう、一ん。なんか、度も職質されたことないよ。うーん。本当に、もう、ね、駅の構内とか、警官の前とか、ね、行ってるしさ、でも自分でさ、自転車を置いた場所、分かんなくなっちゃって、酔っ払って、で、酔っ払って、俺の自転車盗んだ、不手やつがいるって言って、西口の交番に怒鳴り込んでたこともあるけどね。いいから帰れって言われましたよね。もうね、お前いくつだこの野郎ってね、逆に説教してやったけどさ。まあ、とは置いといて。だからよくわからないということですね。はい。じゃあ、またグアン、同じくね、グアンさんからですけども、このゲストのお二人さんに質問ですね。最近やってもうたことって何でしょうか。やらかしちゃったってことですそうか？ですね。なんかそれも日常茶飯事ではわからないよね。日常茶飯事。多分自分らは普通だと思ってるんだけど、傍から見たら普通じゃないことが多いよね、多分そうですね。なんか今日も忘れてたことがあって、でも一瞬こう思い出したんですよ。で、あって思い出して、あって言った瞬間にその思い出したことを忘れちゃって、あ、忘れたって言ったら周りの人が爆笑してました。 あ、忘れたって 一瞬思い出したんですよ、この脳に。忘れていっそれ、た重まあ、要な今日思い出さなきゃ。周りの人ってどういう人？全然知らない人。私結構いろんな人と話して、面白いんですよ。うちの近所にコンビニにイートインがあって、でそこでよく娘が学校を追い出した後に朝コーヒー飲みながら事務仕事してるんですよ。そしたらいろんな人が話しかけてくれるんです。なんで？ コーヒーおごってくれたりとか、そうおやつ買ってくれたりだとか、で私もいつもカバンにおやつ持ってってあげたりとかして、でそこで「これやってんだよ」ってこのチラシとか渡してね、仲良くなってライブに来てくださいとか。
でもなんか名前わかんないんですけど なんかずっとコミュニティが広がって楽しくて、あ、そう、そうですよ。最近とかだとあの学校の旗振りのおじいさんが朝イートインでお茶してたら、ややお姉さんってお母さんって言って声かけてくれて、朝のお茶飲み友達みたいになって今度ライブ来てくれるんですよ、うん、面白いですよね。でそんな感じで本当いろんな人に言われます。 あ忘れた、品川区ってそういうとこなのいいとこですよ本当品川区きっと大田区もいいとこです。大田区いいけどねあまあ、最近蒲田はねあの綺麗になったからいなくなってる。昔は昼間からさ、うん、酒瓶持って座り込んで飲んでる、ね、親父がいっぱいいましたからね。ダークネスタウンですよね。あの一個川を越えると川崎でラゾーナができてキラキラタウンなのにって言って、まあ、もう北海道から出てきてさもう川崎最初いたんだけどで蒲田とか誰だか来るんだけどさ、うんうんうん、どういうとこなここはと思って、大体川崎の駅前って言ったらもうあのチンピラヤクザがさ、はい、あの若いあんちゃんを捕まえてさ、うんうん、変なチケット買う売りつけたりとかね、うん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 、で蒲田来たらその作品に乗って昼間から飲んでる親父って書いてさ、その隣ではあの、うんうんうん、あの若いお姉ちゃんが来たら声かけて、何やってんのかなこのおっさんはと思ったらさ AV のスカウトやってるさそういう町でしたね、うん、川崎とか蒲田、ね、そうです。川崎蒲田結構ダークネスタウンだったんですけど、やっぱりラゾーナができてから雰囲気が変わって、でそのダークネスが全部蒲田に行ったんですよそうなの。でもそうなんかも、まあね、でも最近蒲田良くなりました。うん、蒲田ね、まあでもでちょっと大丈夫です。まだ屋上の観覧車もありますから。あるからね、まあ、この言ってきたけどもさまあね、うちの太田智樹があそこで、ねうんうん、あの出演してたんで上、ね、に行ってきましたけども、まあもともとあそこあ僕もあの5年前最初に出演 してました。ああ本当、はい、蒲田の屋上、そうそう屋上でね、蒲田店でね、うん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 、まあそうなんですよ。そうなんだ、やってもらったこと、湯沢屋大好きです。俺もねやってもらったことあるんだよ、うん、あるな、っていうかたった今なんだよ。パンツ履いてなかったとか。やっぱパンツはねは基本履かない、うん、パンツ基本履かないのね。パンツ基本履かない。で聞いてください、それでライブ中にチャック締め忘れるからカピバラさんが出てるんですよ。出てねえよ出てねえよ出したことねえよカピバラさんが、それだけでちっちゃいからみんな気づかないなちっちゃいから言っちゃうんじゃねえ。ちっちゃいからちょっと待て、ちょっと待て。だから最初にマイクで音が出るかサウンドチェックってあるじゃないですか、うん、サウンドチェックじゃなくてチャックのチェックするんですよ、ステージ。あの俺の本題がかなりさ遠くに行っちゃってるんだけど、ね、でもやってもうたやってもうたのはあと、うん、FM って聞いてたから、はいはい、画像が映るなんてことは一切考えてなくてうん、うん、ヒゲも剃ってねえわ。でもほらちょびひげ T シャツとか着てきちゃった。ちょびひげ OL T シャツ。ちょびひげ OL T シャツ。だってこれでデザインしたやつでしょ。そう、私が冗談で書いたんですよ。そしたらもうこうみんなお客様が面白がってくださってT シャツ作ってくださって、そうちょびひげ OL T シャツね。ひげ同士に仲良くすればいい。しかもこのマガダマがさ、ちょうどなんかいい位置に来てる。マガダマがね、そうそう。だからあの画像写なんて聞いてないって言うから、うん、ヒゲは入ってるけど眉毛はないから今描いたんですよ。そしたらなんか油が多かったから僕カペンが進まなくて。眉毛描いたのそれ。描いたんですけど、だから描けないんですよ。ああうちの神様も毎日描いてるけどね若い時にねだから眉毛をあの剃って入れ墨っていうかさ、うんうん、分かりますそうね。でそうほら昔から細いんで、はい、今合わないからって毎日描いてる。あ昨日もあの眉毛のない人って呼んであったけどさ今日は飲み会っていうか見てないんでね。あ、よかったよかった、うん、でも2週間後のアーカイブでバレちゃう怒られるのまたねはい、あのうちのかみさんが私のしつけ役になってるってね、いつもね大体ね お見つけです役ですから、うんうん、はい、今度ぜひじゃ あのお会いさせていただいて、はい、お会いさせてください、はい、そうだからあのパンツ履いてないってことだけど、はい、これあのトイレ行った後さチャック閉めるときに挟んだこととかないの。だからちっちゃいから大丈夫なんですよ、ね、うるさいようるさいよちっちゃいから大丈夫なのそう
大丈夫なんで。じゃあ日頃建築現場で働いてて、うん、夏とかね暑くて最悪なんですよ。もうなんか全身こう発汗体質なんで全身びしょびしょになっちゃって、でパンツ履いてるとパンツが重くなるんですよ、汗で。おむつみたいになる。おむつみたいになる。でこんなもんこんなもん履いてても意味ねえやと思って。あ、ネギ出た、ね、パンツやめました。ネギやめたの。パンツやめました。パンツ生活やめたの。でもさ、パンツ履いてないとさ、あの男の場合ほら玉がさ、なんつうの、玉もちっちゃいんですよ。うるせえよ、絶対言うと思ってたよ。うるさいよ。お前思った通り。あ、そういうことなのね。チェリーボーイですから。そんな、なんで知ってんの。だって見たことあるの。チャックが開いてんですよ、ライブ中に。そういうことなのね。なんかひょっこりはんみたいにこれちょっとひょっこりはん。何の話だって。ネギ出ました ね、 ネギ出ました。初めてわ、ね、彼女あのライブステージ見た時に、ね、このネギ持って踊るんですよ、ネギ。あ、後で映像出ますけれども、はい、ありがとうございます。一度見たら忘れられないよね。あ、逆にだからネギを持ってないと気づかれないことが多くなってしまって。あの私結構路上ライブ好きで、路上ライブ出身なんですよ、うん、でいつも大体同じ、同じ時間帯同じ曜日でやってると通る人って結構一緒だったりするよね。まあまあね、うん、でずっと応援していてくれたご夫婦の、うん、もうご年配の方がですね、その路上ライブ現場にこうネギがあるじゃないですか。で今日も頑張ってねって声かけてくれた、チップとか言ってくれたんですけど、ある日ネギを持ってくるの忘れてしまって、うん、ない状態で歌ってたら目の前で止まったんですよ。今日ネギないから違うねって言ってあるって歩いてんじゃん。ええっと。ってことは歌は聞いてなかったんだね。え、そうかもしれない。でもいつもと同じものなんですよ。機材も看板もチラシも譜面台も全部同じもので、同じ顔で、服は違うんですけどネギがないだけで、今日はあの子じゃないねって言って。なるほどね。ネギを見に来てるじゃないかもしれない。いやでもネギ持ってね歌ってるのってあなた以外ね、多分あの世界中の中でいないと思うよ。もう本当に、ね、ネギサバサバです。遊びで始めたらそれをなんかね、あの喜んでいただけて、その代わりこうしてなんかネギのおかげでトニーさんともご一緒になる。確かにね。トニーさんもそうじゃないですか。最初歌舞伎ロックさんとご一緒だったライブでネギ振って、でその後2年後に私がネギを振ってんのを見て思い出していただいた。そうそうそう、確かにね、うん、そうなんです。ネギあ、ネギの姉さんだって。確かにね。だからあの先月もね、あの紹介するあのネギアーティストが来ますってね、言ってきましたから。ありがとうございます。カズさんとトニーさん。はい、そうなんですね。はい、じゃあ、あのかなりも時間過ぎてしまいましたけども、じゃあ、早速あの、ね、写真の方とか、はい、あの出してもらって、はい、説明してもらいましょうか。はい。あ、これは私です。それはそうでしょうね。と杉山ですね。A4 リアルハードポップユニット、あの基本はですね、あのこうロックな曲が多いんですけれども、うん、意外とこうピアノ一本の曲だったりだとか、うん、バラードとかで、あの杉山が結構多彩なんで、うん、あの全部曲を書いてるのは彼なんですけども、うん、そこにメタルアレンジのものであったり、もう軍歌っぽいものであったり、いろんなアレンジを作ってくるんですね、うん。でこれはちょっとあの四谷のライブインマジック、今ハニーバーストって名前になってしまったところでのライブの時の写真でございますけど、よく撮っていただいたんで、しばらくチラシに使わせていただきました。おうおうおう、はいね、チラシですね、はい、フライヤーとは言わないんですね。あ、どうですか、フライヤーですか。フライヤーです。落としがバレてしまいますね。本当なんか世代によって言い方が変わるから困りますよね。本当ね、昔は乳母車とか言ってたのにね、バギーとか。でも あなたの年代でチラシっていう人あんまいないと思うけどね。いないんですかね。いないと思うよ。本当ですか。え、今 フライヤー、フライヤーとか、あとポスターとかね。ポスターっていうの、ね、そうじゃないの、
そう、チラシっていうかね、チラシって言うとなんか引っ越し屋みたいだよね。なんかもうほんと僕なんか上の、僕らとかの世代とか上の世代ですね、チラシって。ああそうなんだ、チラシちょうだいとかって。今の若い人チラシ何ですかそれ。 やっぱりあれかな、こうコンビニでご年配の方といっぱい話すからかな。こんなとあと銭湯とかでもね、おばあちゃんとか本当は年ごまかして大丈夫年齢公表してるの。年齢を、年齢はあのあれあれあれってやっともうた違う、あまた出てこなかった出てこなかったなんか言うとったりな、あー分かんない、次の写真行ってみよう、はい、これはですね、あのロックな曲よりもポップス系の方が、あのいろいろ楽曲とか使ってもらいやすいよとか、イベントとかも出してもらいやすいよって、やっぱあのイオンとかそういったモールとかで歌わせてもらうのに、ロックよりポップスとかアコースティックの方がいいっていうんで、偽装して撮ったアーシャです。偽装なのこれ、偽装なの爽やかに見えるじゃないですか ね、これで撮ったらあとはネギを振るんですはい、ねえ、さっきからさ僕の方見てるけど、一応さあの番組なんだから、あそか前カメラ前だからね、正面見るんですね横顔が方が、横顔の方が綺麗に映るとかないかな。そうなのよくわからんけど、わかんない、あ前 見るんですねこれはい、じゃあ、はい、大丈夫です、前見ます、前を向いていきます。はい、こちらはですね、あの後で写真が出るんですけど、私ですね、ここにもありますね、チラシ、デコトラのイベントで歌わせていただいておりまして、うん、映画トラックで実際使われていた10作目の一番星号を所有する世界で一番大きなデコトラの歌、歌丸会さんにお世話になっております。でですね、品川区に住んでおりまして、品川区 あのアーティストとして活動させていただいてるんですけれども、品川区にあの国慶競技場があるんですよ。で、ちょっと負けてしまったんですけれども、うん、2025年にパリ五輪があるので、はい、それに向けて先週までホッケー選手たちがパリ五輪のチケットを取るためにアジア大会で戦っておりまして、それを応援する一つ のイベントとして、ホッケースティックをデザインさせていただきました。これはスティックなんです。そうで、あのデコトラの歌手ということなので、あの選手の輝く未来とデコトラを合わせ、うん、でまたホッケーという競技が子どもたちに、次の次世代にもつながっていくようにという思いを込めて娘と一緒に作りました。はい、その時の写真でございます。なるほど。はい、一つ言わせてもらうとですね、はい、あのホッケーのスティックっていうのは、はい、丸じゃなくて平べったいんですよね。あの私ですね、表と裏間違えてデザインしたんですバレました、やだ、誰も今まで言わなかったのに。そう、一応私北海道出身なんでね。やだアイスホッケーはね、そうこれ陸の方のホッケーの方なんですけど、私はデザインさせていただいたのは、そうでも同じですそうなのね。そうなの、なんかもう人の話聞いてるんですけど忘れちゃうんですよね。なるほど、うん、ごめんなさいでも作りました。芸人のやす子さんも一緒にデザインさせていただいて、そうなんだ、はい、はいはい、うん、で一応あのあちこちであのホッケーのイベントだったりだとか、ああ大会の時にあの飾っていただいております。ああそうなんですね、はいはい、昔の女子高生の携帯みたいなあ確かにあゆです次行ってみよう、はい、でこれがあのホッケーの試合を娘と応援に行った時です。ああホッケーのね、はい、はい、うん、あのホッケーの競技場です、あの何でしたっけ、品川区にある、うん、はい、これもあのやっぱり東京オリンピックの時に作ったそうです。でここであの東京五輪あの試合されたそうです。あ、そうなんですね、はい、品川区にございます。次行ってみよう、はい、あこうやって帰ればいいんですね、はい、はい、であの昨年からか、私たちですねフィリピンエキスポと言いまして、日本とフィリピンの友好親善イベントで歌わせていただいておりまして、こちらの写真は今年の6月に東京上野公園で開催されたフィリピンイベントの時のステージの写真でございます。であのこれですね、ありがとうございますい、ね、ありがとうございます。アップであの右、私から見て右で、皆さんから見て左なのかな、ご視聴様の方左の方の金魚さんはですね、あのフィリピンのイメージ、フィリピンの国旗をイメージした金魚さん、
でちょっと私と被っちゃってるんですけど、私の後ろの金魚さんは日本の国旗をイメージした金魚さんでして、そうなんですね。で一応日非友好親善イベントってことなんで、日本の私たち金魚の国旗をイメージした衣装で行きました。ツイッターにコメントきました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、うん、ですね、あ、はい、鈴木恵美子さん、あ、ありがとうございます。はい、今ネギ安くないですよね。でもこれから鍋に必要なネギ、これからもよろしくお願いします。応援しています。はい、ありがとうございます。見てるんですね。これはうちの神さんです。今度ぜひお邪魔させてください。ネギお持ちさせていただきます。さっきの会話ちょっとあれですね、バレてますね。あとラーメンお持ちしまして、サマーラーメンっていう曲があるんですけど、18禁なんです。またグアンさんから、グアンさんありがとうございます。はい、ちっちゃい人の若い時の武勇伝を聞きたいです。ちっちゃい人ってど誰のこと言ってんだ。多分カピバラさんのお話だと思います。あ、そうなんですね。あ、ちっちゃいって すごい部分的な そっちのちっちゃい人ね。そっちのちっちゃい子は、そっちのちっちゃい人ね。武勇伝、若い子の武勇伝、武勇伝、いじめられてたのを、体を鍛えて、おまけに中国憲法を学習して、はい、でいじめてた奴らを皆殺しにしました。お公園で太極拳、太極拳じゃねえわ太極拳、公園で太極拳やって体の調子が良くなる練習してるのを見られてそしたらあいつらなんか杉山がなんか術を覚え始めたぞって言っていじめてた人たちがなんかもうへこへこするようになったそうですよ。え、そうなの、うん、へこへこっていうか違う、まあなんか話がおかしくなっちゃうまあだから使いっ走りとかやらされてたんですけど、使いっ走りをさせてました。お、最終的に、そうです、最終的に結局悪い人になって、そっから悪い人になっちゃった、悪の道行ってそれで職質なんだ、警察に追われる。いやいや、職質はまた見た目の問題だと思うんですよ。いやでもその後本当にヤクザとか警察に追われるようになって江戸川にいらんなくなったそこは言わなくていいから。今日放送禁止じゃないですか。今日でおしまいです。トニーさんの番組ありがとうございました。今までご視聴ありがとうございました。あ、そうなの。じゃあ、なんか前科持ちってことは。いやいやいや、そこまでじゃない。でもこうやってプラカードを下げて写真撮ったそうですよ、警察署で。あ、そう、うん。プラカードって何、プラカードって。プラカード。何のイベントだよ。じゃあこういうなんか番号みたいな。番号持って写真まで撮ったそうですよ。それって留置所に入ったってこと？いやいやいや、まあ、そこはあんまり突っ込まないですけど。だから中卒なんです。いや、だから中卒って意味はないいや、だからってことは出たらだよね。私は前科ないですかね、ちゃんとね。いやいや、自分もないですよ。そうなんですね。はい。ということ、ビューズ、それがビューズですね。はい。じゃあ、次、お願いします、ね。はい、お願いします。はい、あ、これはですね、タイガーマスク講演会さん。はい、にも思った半年大変お世話になっておりまして、プロレスのリングでですね、もう本当に恐縮ながらですね、佐山悟先生に花束贈呈させていただいた時のお写真で、ありがとうございます、ありがとうございました。本当にもうご貴重な体験をさせていただいて、どうも本当にありがとうございました。真ん中の人誰藤波様です。あ、はい、誰だか全然わかんない。次行きましょう。はい、あ、これがですね、デコトラの一番星号ですね、うん、10作目で、本当今も元気に走っております。定期的にいろんなところをメンテナンスはされてるんですけども、一昨年の夏にようやくって言い方もおかしいですけど、エンジンが行ってしまって、ああ、もうだってもう40何年走ってました、うん、ね、うん、で、まあ、一応当初映画の撮影に使われていたエンジンの音と近しいエンジンは乗せたんです。だけどやっぱりもう本当にトラック野郎の大ファンの皆様からは神のトラックですので、やっぱ違うって分かるみたいです。皆さんシートベルトないんだよね、うん、あ、そう、シートベルトないんですよ。だってその時代ないもん、ないんですよ、通るんですよ、車検がね、うん、で飾りとかの電球とかも、もう今皆さん結構 LED なんですけれど、もう当時なんで違うんですね。で当時と同じもう光を出すのに全部一つ一つを特注してます。
作ってもらってます。白熱球です。すごいですよ、本当に、うん。素晴らしいトラックです。いや、ほら、本名菅原なんでね。おお。そうそう、若い時はね、先輩とかからブンダって言われてます、ね。ああ、菅原さんは呼ばれること多いですよね。そう。とか、ね、まあ、英雄光のね、はい、のやつに、まあ、僕はソフトバンクなんだけど、はい、英雄光に変えませんか、ね、でそのお名前確認させてくださいって言うから、まあ、菅原って話したら、まあ、菅原道真の菅原だと説明したら、はいはい、もう電話先 の、まあ、方が菅原文太の菅原ですね、ああまあそうですって言ったら、じゃあお名前確認させていただきます、お名前は菅原文太さんって誰が文太なんですかうちの神さん隣でゲラゲラ笑ってましたけどねこいつバカだなと思いましたけどねもう最高です、あそうなんですね、菅原様でございますか、ね、本当にありがとうございます、はい、そうなんです、ね、トニー菅原のなんですかね、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、あこれがその一番星をですね、うん、イベントの時にでトラックのイベントとかは来てておりまして、で私です、はい、はい、当たった以外の人が出ててどうすんのまずよく見たらうちの母かもしれません、顔がそうなの、ね、幸子、うん、はい、あこれが龍神丸ですね、トラックヨーロッパで撮影された龍神丸です、はい、龍神丸1回の富士急の方で、はい、ドドンパっていうの、はいはいはい、こういうキャーってやつの乗り物の、うん、イベントでね使われたんですけれども、うん、その後倉庫に眠っちゃったんで、はい、歌丸会田島会長が「出せ!」っつって買い取って、うん、今の、はい、歌丸会さんで大事に、はい、大事に扱っております、うん、じゃちょっと巻いていきましょうか、はい、あ大変です、はい、うんうん、はい、これはデコトラで歌ってる時です、ありがとうございます、はい、はい、これもデコトラで歌ってる時です、ありがとうございます、はい、あこれはですね、海外ツアーに行かせていただいていた時期がございまして、うん、フランス、ヨーロッパで一番大きな日本の祭典ジャパンエキスポのメインステージに立たせていただいた時、本当にありがたい経験でした、うん、中川翔子さんとか、はい、X ジャパンの YOSHIKI さんとかとご一緒させていただいて、うん、本当にありがとうございます、サブステージでさ、はい、ベリーズ工房さんとか当時キャリーパミパミさんとかだったんですよ、はい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 、俺らこっちで本当にいいのかな、いいのかなってますね、うん、フランスの雑誌を浜崎あゆみさんの隣に出させていただいて恐縮でございます、ありがとうございます、はい、はい、これがそのフランスのツアー行った時のチラシです、フライヤーね、フライヤーね、フライヤー、はい、はい、ありがとうございます、これはその後アメリカ行った時のフライヤーです、ありがとうございます、はい、はい、でこれが私のフライヤーでございますありがとうございます、はい、ありがとうございます、これがフライヤーの裏でございます、ありがとうございます、ね、はい、これが龍神丸とドドンパですね、はい、そうイベントでございます、はい、あこれは富士急で今年ですね4月にですね、富士急に私たちの大好きな秋葉原のカルチャーがやってくるというイベントが開催させられまして、はい、でその時に私たち音響と音響持参で音響とあとそのイベントのテーマとステージをさせていただきました、はい、大変過酷なイベントでございました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとここら辺でねもう時間的なものもありますんで、はい、姉さん喋りすぎ動画の方ねちょっと、はい、お願いします、ありがとうございます、はい、これは私の足です。見てない。本当？ネギは？これはね、ネギじゃない曲。あ、そっか。ドクロダンス。あ、これ、声が長いと言ってた？あら、どうも。ドクロダンスという、ハロウィンのイメージ。埼玉の熊谷の河川敷屋さんの駐車場でしたね。そこで、お祭りがあって、で、デコトラもバーッと流れて、で、夜、暗くなったの、ナイトシーンって言って、デコトラがほんとさせない。その時に、玉の会、玉の会長がネギ歌えと
トラックの前でそれを撮影しようって言ってくださって、もう本当に夢のような素晴らしいステージでした。うん、あの今前に出てきたのは三崎城っていうトラックで、これもちょっとテレビで見ます。グッチの新作の広告に使われたぐらい。あとの最近だと仕事探しはインディードっていうテレビの CM とか、ね、でこれもあの、まあ、見えないところでこうトラックが前に出てくるんですけども、トラックの前にですね、ここのトラックを私ネギ姉さんって呼ばれてるんですけど、ネギ姉さんが動いたぞってこう横のトラック出せって案内こう合図してくれてる方がいらっしゃって、それに合わせてこうすり出してくださって、これネギ姉さんって言われてるんですね。あ、そうなんですよ。もう田島会長の携帯電話にネギって登録されてあります。ちょっとそろそろじゃあ次のところね。あ、ありがとうございます。はい、YouTube で見れますね。ご覧になってください。ありがとうございます。あとはい。じゃあちょっとね、もう一本ちょっとあの出せますか。あの少しだけ。すいません。もう、あ、これがあのフィリピンエキスポ、日本とあのフィリピンの友好親善イベントで歌った時の曲で、曲がのチェンジングマイソウルという曲で。プロボクサー箕輪達郎君の入場応援曲で作らせていただいてます。はい。ありがとうございます。はい、じゃあそろそろね、お時間ですので、はい、番宣の方ありましたら。あ、はい。ですね、A4 リアル、Facebook、Twitter、メーバーブログ、Instagram、メールマガジン、LINE などの SNS をいろいろやらせていただいておりまして、そこであの日々のですね、不思議なの生活だとか、ね、カピパラさんの情報だとか、彼のね。情報いらないわ。あとですね、ライブの情報とかもね、おまけで、お伝えさせていただいております、はい。今週はですね、21日の土曜日、昼間、神保町ワイワイホール。で、その後ですね、夜、神田駅南口で、神田ふれあい祭りというお祭りイベントがございまして、そこの音響とステージの方させていただきます。私たちのステージが17時、5時からでございます。で、私たちの前がですね、なんと、みんな大好きミニスカポリス。ね。失礼いたしますので、そうですよ、ね。だって足が綺麗で若くてさ、素敵なお姉さんたちが出るんですよね、はい、ぜひいらっしゃっていただけたらです。ありがとうございます。こちらですね、はい、で翌日22日の日曜日が埼玉県小玉郡、ね、小玉郡の商工祭り、ま、今あの見ていただきましたデコトラとかも展示がされます。数台だとおっしゃってましたね今回ね、はい、歌丸おかえさん田島会長にお声掛けいただきまして、商工祭り11時半から、朝が1でエンジンかけて歌わせていただきますので、はい、ぜひお待ちしております。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃ あの私の方からもですね、はい、あの2つほど紹介させていただきます。ですね、うちの事務所のですね、太田智樹が、10月21日今度の土曜日ですね、下北沢、ラグーナですねにて、ワンマンライブを行います。初めてのワンマンライブでございます。こちらあの18時会場で19時スタートです。前売り2500円、当日3000円、ドリンク別となっております。お時間ある方はぜひいらしてください。また配信もですねありますので、来られない方も、全国どこでも視聴できます。配信チケットは、2000円ですね、ツイキャスから購入できます。よろしくお願いいたします。で続いて、11月12日の土曜日になりますけれども、西荻窪ビストロキッチンルポンにてですね、こちらあの森野勇気というアーティスト、あのボーカリストなんですけども、僕の友達ですが、こちらのあの森野勇気アコースティック企画ライブに、篠崎静香が出演します。こちらは毎年好評のライブでして、エロックではなくてあのアコースティックでのシーちゃんを堪能できるライブとなっております。MC ですね、2500円プラス2オーダー制となっております。ビストロのフランス料理ですね。17時45分から乾杯交流で、18時半からライブスタートとなっております。お時間ある方ですね、ぜひあのいらしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日は本当にね楽しいトークね。いや、本当にありがとうございました。このまま行ったら多分途中で終わっちゃうような勢いだったね。まあ、話にねできなかった分、また今度次回、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。話していただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、ね。はい、ありがとうございます。今日いかがでしたか。今日はあの本当にありがとうございました。カピバラさんのお話をメインに、はい、音楽活動はどうしたと、はいはい、それはまあ冗談でございますけれども、あのめったに出ないんですよ。出ないか、恥ずかしがり屋で、
なんで固まってるんですか。めったに出ないけど、あのちびっこは出ちゃう。カピバラは出ちゃう。出ないっすよ。出ないっすよ。タッチ&ゴーだから。何がタッチ&ゴー。わけわかんない。何のタッチ。バカ。また本当にぜひね、はい、ぜひ楽しかったね。よろしくお願いいたします。あの今日 見た方は本当に、うん、大笑いしてると思いますので、またぜひあの来ていただければと思います。はい、ありがとうございます。え、はい、ではそれでも来月もですね、第3月曜日のこの時間にお会いいたしましょう。See you again!